エドワード・スコット・プルーイットはアメリカ合衆国の政治家、放送を。1968年5月9日にケンタッキー集団ビルに誕生し、少年時代に歴ントンに移住したケンタッキー大学で野球の奨学金を得た。その後、1990年にジョージタウン大学で政治学とコミュニケーションの学士号を得た。オクラホマ州のダルサ大学で 1993年に法務博士号を得た。プルーイットは1998年から2006年までタルサ軍とワゴナー軍を代表してオクラホマ州議会上委員議員を務めた。2006年には共和党側のオクラホマ州副知事の指名を受けようと活動を行ったが失敗に終わった。2010年にプルーイットはオクラホマ州司法長官に選出された。 在任中は法における心境の自由を堅持することに、努め、人工妊娠中絶、同性結婚、医療保険制度改革、環境規制に反対して闘争した。一部の評論家はプルーイッ地球温暖化に対する会議論を唱えていると批評するが、実際には気候変動は起こっておりその原因は人為的なものだと考えている。2016年12月8日に、 オクラホマ州司法長官在任中のプルーイットは、ドナルド・トランプ時期アメリカ合衆国大統領により、環境保護庁長官に指名された。2017年2月17日、賛成52対反対46で、上院はプルーイットの環境保護庁長官への就任を正式に承認した。スーザン・コリンズ議員は、共和党で唯一反対票を投じた。またジョン・マケイン議員と、 ジョード・ネリー議員は棄権した。一方、民主党議員では、ジョー・マンチン議員とハイディ・ハイト・カンプ議員の2名が、プルーイットの就任に賛成票を投じた。オバマ前大統領が導入した、環境規制に、プルーイットが強く反対していると報道された。しかし、上院環境公共事業委員会の、指名承認公聴会では、地球温暖化はでっち上げではない。実際に起きていると述べている。 プルーイットは長官就任後2017年3月28日にトランプ大統領が署名する大統領令によりオバマ政権が火力発電所からの温室効果ガスの排出を制限したクリーンパワープランが撤廃されると表明した。前政権は化石燃料を7日先にする戦略を取っていたがこの撤廃により製造業と石炭産業の雇用が回復すると述べた。 その後、プルーイットは数々のスキャンダルに見舞われる。2017年6月14日にはプルーイットが上院にメールアドレスは一つだけと答えたにもかかわらず、オクラホーマの検察官であった機関、政府のメールアドレスを2種類使用していた疑惑が報道されたほか、公費の使い方や言動をめぐる批判が相次ぎ G を表明。2018年7月5日に、 トランプ大統領より了承された。ありがとうございます。